私に見てほしい人は順番に並んで。これはズバリ恋の病ね。今私のこと可愛いって言った。嬉しい、ご褒美をあげるわ。このそば、あたしエーリカ。普段はアクセルハーツの可愛すぎる踊り子としてみんなの視線を独り占めしてるの。でも最近はそれだけじゃなくて新しいことにも挑戦してるの。この可愛さで世間の役に立つのもいいかなって。どんな病人もあたしの可愛さがあればたちまち元気に。さあ今日もアクセルの天使隊出動よ。今日もお疲れ様でした。相変わらずエリカさんの可愛さと働きは素晴らしいですね。あたしの可愛さがみんなを癒しちゃってるのね。可愛いって罪。ええ、エリカさんがいれば我らアクセルの天使隊の評判もうなぎ登り間違いなしです。大人気のアクセルハーツのメンバーをしっかり取り込んでおけばゆくゆくはアクシズ教の広告塔に。エリカちゃん、いつも応援してるよ。これプレゼントなんだ。あら、あたしのファン、ありがとう。なんだか可愛い瓶ね。そうなんだ。オートの店で買った香水なんだけど、エリカちゃんに使ってほしくて。ふんふん、匂いも可愛い私にはぴったり。ファンからのプレゼントは気をつけろってカズマに言われてるけど、これくらい大丈夫よね。香水を使う前には体を清めておいた方がいいですよね。どうです、今日の打ち上げがてら一緒にお風呂でも。遠慮しとくわ、目が怖いし。すみません、エリカさんいらっしゃいますか。電子隊の打ち合わせがあるのですが。いるにはいるんですけど。わあ、セシリー、着替えはしたんだけど、なんか外出るのめんどくさくなっちゃって。天使隊って、かわいいけど大変よね。てか、かわいいあたしこそ、看護されたり、ちやほやされるべきじゃない。これは一体どうなさったのですか。朝のステージから様子がおかしいんだ。今日は午後もあるのにどうしたものか。でもゴロゴロしてるエリカちゃんも可愛いでしょ。それには同意しますが、私たちはアクセルの天使隊として身も心もアクア様に捧げたではないですか。ほら行きますよ。やだ、めんどくさい。私は今ダラダラしたいって欲望に従ってるの。アクシズ教っぽいでしょ。ああ、エリカさん、私としたことがエリカさんがすでに我らの同志だと気づけませんでした。アクシズ教に入るって言ってるわけではないと思うんですけど。シエロの言う通りだ。エリカ、いい加減バカなことを言うのはよせ。アクシズ教になってしまうと治らないんだぞ。失礼ですね。アクシズ教への入信を不治の病にかかることのように言うのをやめてください。全てを許す寛大な教えなのですから。ああ、そっか、アクシズ教に入れば好きなだけゴロゴロしていいのよね。そういうことなら私入信するわ。アクシズ教万歳。新たな信徒の誕生に体が震えています。さあここにサインを。タリアー、わー、入信者だ。何するんですかリアさん。友達を守るのは当然だろ。
エーリカ、本当にどうしたんだ。こんなこと言うのは絶対におかしい。アクセルの天使体って、この前カズマさんが変になった時も直してあげたんですよね。なんとかしてください。入信書、サイン、もう少しだったのに。話にならん。とにかくエーリカを診療所まで連れて行くぞ。このスバ、エーリカが怠惰になったね。えゼシリー、今度は何をしたの。今白状するなら少し痛い目に遭うだけで許されるわよ。メリッサさんまで失礼ですね。女神アクア様に誓って私ではありません。今回は、今回はって言った。ねえ、それでも追及するとおっしゃるならこっちには黙秘権があります。弁護士を呼んでください。どうしていちいち怪しい言い方をするのさ。まったく、そもそもこれって病気なの？ダラダラしてるだけでしょ。アクシズ教に入るなんて言い出したんだぞ。これが病気じゃなければ何なんだ。ひどい。エーリカさん、何か変なもの食べたり飲んだりしなかった？他には薬とか。そんなことしてないわよ。めんどくさいじゃない。ガラガラ。朝のステージの時からなんだか変だと思ったけど、こんなことになってたのね。へえ、エイミーさんも見に行ってたんだ。アクセルハーツ好きなんだっけ？ミーアちゃんに連れて行ってほしいって頼まれたの。私は遠くから見てたんだけど、ミーアちゃんはエイリカさんの握手会にも参加してたわ。ぐるぐる。みんな何を困ってるの？ダラダラしててもいいじゃない。ちょっと、あなたも思い出す努力をしなさいよ。めんどくさい。そもそも私、変なんかじゃないし。今の状態をまともだと思ってるのが変だよ。あらあら、そんなにゴロゴロしてると、体に悪いかもしれないわよ。顔色も良くないみたいだし。顔色が悪くなってるってことは、可愛くなくなってる！ちょっと鏡貸して。うわぁ！何よこれ！髪の毛はボサボサだし、大肌もガサガサじゃない！とりあえずお風呂に入って綺麗にしてこないと。可愛いエーリカちゃんがこんなの絶対に許されないわ。メイクアップ。よし、メイクもバッチリ。やっぱりエーリカちゃんはこうでないとね。香水は切らしちゃったから後で買おうっと。まあ元に戻ってくれてよかったよ。午後のショーと握手会は無事に行えそうだ。ごめんね。みんなにはちょっとだけ可愛くない姿見せちゃった。お詫びに招待してあげる。え、本当に？アクセルハーツのショー、ちょっと興味あるんだよね。あ、ミーアも誘おうか。午前中のショーはエーリカがあの調子だったから、少し残念そうにしてたし。ファンをがっかりさせたのは、踊り子として失格だもんね。ちゃんと可愛いエーリカちゃんを見せてあげないと。ありがとう。楽しみだわ。ミヤちゃんが行くなら私も行くわ。テンションの上がるモフモフちゃん、見逃せないわね。カフェでお休みしてると思うから、みんなで起こしに行きましょうか。ミヤちゃん、起きてたのね。さっきのショーではごめんね。本調子じゃなかったの。午後もショーがあるんですけど、どうですか？招待するから、ぜひ来てほしいと思って。モフモフちゃん、久しぶりね。相変わらずモフモフしてて可愛いわ。モフモフ。あ、メリッサさん、
む反応ぶりは？もしかして病気？ミーアちゃん、しっかりして！しっかりするとか、なまらめんどくさいぞ。ゴロゴロしたいぞ。大変！診察しなきゃ！でも、だらけてるミーアちゃんも可愛いわね。そんなこと言ってる場合ですか？これは、エリカさんと同じ症状ですよ！この芝。ゴロゴロ。もう動きたくないぞ。ダラダラしてるミーアちゃんも、なんて可愛さなの。完全に同意ね。もふもふしても逃げないなんて、幸せすぎて、このままも無事にしそう。はあ。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。一体どういうことなんだ。気になるけど、もうすぐショーの時間だよ。僕たちはそろそろ向かわないと。みんな、悪いけどミーアを連れてきてあげて。私たちの最高のショーで、この子を正気に戻してあげる。ミーア、私たちのショーを見たら、ゴロゴロしたい気持ちなんて絶対に吹き飛ぶわよ。それじゃあみんな、お願いね。ショーを見たら治るものでもないような。まあ、とりあえず私たちも行きましょうか。ほら、ミーアさん急いで！アクセルハーツは見たいけど、歩くのはめんどくさいぞ。ちょっと休憩させてくれ。え？のんびりしてたらショーが始まっちゃうよ！ほらほら！なまらめんどくせえ。ミオはもう寝るぞ。こんなところで寝転んじゃって。劇場はもうすぐなんだから、あと少しだけ頑張りましょう。頑張れない。そうだ。私がおんぶしてあげるわ。それならいいでしょ？いいぞ。おんぶなら私が。もふもふおーい、ゴロゴロ。うわ、なんなのさ、このありさま。エリカちゃん、一緒にゴロゴロしたい。午前のお客さんがずっと居座ってるらしくて、何なんだこれは。エリカちゃん、エリカちゃん、午前中の握手最高だった。一緒にゴロゴロしたい。これはさすがに妙ですね。アクセルの天使隊、今こそ出番です。とりあえず状態を確認しましょう。でも、ただダラダラしてるだけで、健康そのものって感じなんだけどね。そうね。怪我でもなさそうだから、ヒールしてもあんまり効果はなさそうだし。エリカちゃん。エリカちゃん！あれ？ちょっと待って、この人たち。みんな午前中の握手会に参加してた人たちだ。今日のエリカちゃんはいつもよりいい匂いがした。匂い？あ！そうなんだ。オートの店で買った香水なんだけど、エリカちゃんに使ってほしくて。ふんふん。匂いも可愛い私にはぴったり。あの香水だわ。なるほど。それならこの状況もうなずけますね。その場で香水の香りが広がって、ファンの人たちも同じ症状になったと。匂いが原因なら洗えば落ちるんじゃない？モフモフちゃん、一緒にお風呂行くわよ。うわー、やめろ。
みません。まさかあの香水が魔道具だったとは。可愛くなるって聞いたからついプレゼントしてしまって。知らなかったなら仕方ないよ。水で洗い流してみんなも治ったし、一件落着ってね。使った相手を怠けさせるなんて妙な魔道具だったけど、ダラダラしているミヤちゃんも可愛かったわ。ん？でもおかしいわね。エーリカは勝手に正気に戻った気がするのだけど、一体どうして？そんなの決まってるじゃない。私は自分が可愛くないことが我慢できないんだから。精神力で何とかしたってこと？すごすぎる。エーリカさんは信じる心が強いのですね。それはなおさらアクシス教向き。さあ、この入信書にサインを。いい加減にしろ！エーリカは絶対に入信させないぞ！まあ、とにかく、今回も我らアクセルの天使隊のおかげで、トラブル解決！いい調子ですよ。解決はしたけど、癒してないよね。細かいことは気にしない！この活躍を言いふらすように、アクシズ教徒たちに通達しておきます。これからも頑張りましょうね！このスパン！ゴロゴロ。ミーア、もうここに住んでもいいか？なまらだるいぞ。誰かおんぶしてくれ。エーリカちゃんの可愛さはどんな病でも治しちゃうんだから。安心して。この注射はおもちゃだから。なまらだるいぞ。誰かおんぶしてくれ。